今月21日から始まる秋の交通安全運動を前に、元レスリング日本代表の浜口京子さんがユーモアを交えて安全運転を呼びかけました。2日午後、東京江戸川区で開催された警視庁の交通安全イベントにはおよそ500人が参加しました。会場には元レスリング日本代表でアテネと北京オリンピックの銅メダリストの浜口京子さんが白バイ隊員の制服姿で登場し、安全運転を呼びかけました。制服を着させていただいた瞬間からピシッと姿勢が良くなりましてね、やっぱり皆さんを守りたいという気持ちになりました。幼い時から父がね、信号の待ってる時も気を抜くな、これはずっと言われてました。警視庁によりますと、都内での交通事故は去年と比べておよそ700件増えています。半分近くが自転車が関わる事故で、警視庁は参加した人たちにヘルメットの着用を呼びかけていました。